浜名湖の6日間シリーズスカパー GLC 杯、今日は開催の2日目でした。序盤戦はあいにくの空模様、しかし中盤以降はお天気回復しまして、終盤は完全に青空が戻った競争水面。今日の締めの一戦となります第12レースは記者選抜戦です。出揃った6名が1、2、3、4、5、6、どうやら枠番通りに収まっていきまして、このレースは内枠の2人が圧倒的に支持を集めました。後枠金田聡の陰線ということになります。金田の奥に流して続く2号艇の後藤正宗、締め切り直前の2連単は 1-2 の組み合わせ 1.9 倍と2倍を切る圧倒的な人気を集めていました。センターの3コースには3号艇の松尾信邦が、その奥3艇も定番通りの進入で深い年下4コース。深いがこのレースは3番人気。5コースには5号艇の下川雅文で、サイアウト6コースへゆっくり向かっていくのが大沢慎二です。1、2、3、4、5、6。枠番通りの3対3。角は4号艇の深い年下。インが1号艇の金田。今日のラストカード12レースの記者選抜戦、スタートまで10秒を切りました。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。記者選抜の12レース、スタートしました。バラつきました。うちの2人と6コースの大沢、3人コースタート。先に参ります1号艇の金田を2コースから2号艇の後藤が差しに回った。6号艇が後方からぶん回っていく大沢慎二、内側を3番、4番、5番と切り込んでバックへ入っています。ここは1号艇の金田が押し切って2番手は外を回った6号艇の大沢慎二、3番手が3号艇の松尾、後方3艇4番、2番、5番。12レーススタートは正常でした。2着争いは潜り込んできました3号艇の松尾ですが、外から外を回って6号艇の大沢、そして内をくるりと運んできたのは5号艇の下川雅文と、最内には4号艇の深い年下、外を回ったのは2号艇の後藤正宗。前の2人は完全に抜けていまして、焦点は完全に3番手争いとなります。内側へ飛び込んでくるのは5号艇の下が、外からかぶせに行きます3号艇の松尾の僕に2人が競りつつバックへ入る。内側には4号艇と2号艇が相次いで旋回していますが、3番手争いは3号艇と5号艇が内外広がって、外が3号艇の松尾、内側からは5号艇の下川、そして5番手に浮上した2号艇の後藤正宗絡んできました。2周2マークの旋回です。センターから先に回る5号艇の下川、3号艇の松尾が内をついてぐるっと2号艇の後藤は運んでいきますが、ここは3番手5号艇の下川雅文、体型は165となっています。4番手が3号艇の松尾、5番手に浮上した4号艇深い、最後方に2号艇の後藤は交代しまして、3周1マークの3番手センターから5号艇の下川、後方から握っていく3号艇の松尾ですが、3番手は完全に5号艇です。下川雅文上位体型は165、4番手から後方は3号艇4号艇2号艇の順に続いています。人気の中心1号艇の金田から人気薄の2人、6番5番への決着となりそうです。競争水面12レース、記者選抜戦最終コーナーの旋回から続々と最後のホームへ帰ってきたところ、まもなくゴールインです。先頭1番の金田ゴールイン、2着は6番の大沢で、3着5番の下川ゴールイン、3番松尾、4番2番の順でゴールイン。